はいどうもちいさん龍がごとく3続きやっていきましょうおおごめんなさいめっちゃぶっ飛んだなおいごめんねはいということで、えー、今日は普通にもうミッション,すすミッションだってストーリー進めていこうかさあ田所っていう政治家に会いにえー、政治家に会いにこう伊達さん連れて行かないといけないんだよね スタブストーリーももうないと思うんだよね、はい、なんかついてくるねあ伊達さん前で待ってる待ってる伊達、はい、さーんほい桐生桐生遅いぞすまない <laughs> めっちゃ道くさくってたごめんさて行くかああしかしタミヤからあ田所じゃなかったっけタミヤだっけ電話とは予想外の展開だなああだがこれで色々とはっきりするはずだ だといいかなキリュウタミヤは政治の政界の切れ者だ何か企んでいるかもしれん用心するに越したことはないぞ準備はもう済んだのかああいいよ大丈夫多分ああ大丈夫だよしタミヤのスカイはミレニアムタワー前で待ってるんだったな行くとするかああ一緒に行くんですねはい, <laughs> いキリュなんだよ俺ドテさんと走るのを 久しぶりえ初めて ?3 だったら伊達さんについていってた時はあったけどね<い>あ伊達さん走らないのあ,あやべえ俺の財布踏んだなんで財布が踏めるとこにあるんだよおかしいだろう <laughs> 落とすなよ財布なんてあれまだいくんだろさん大の大人がその両,両飛びはちょっと大丈夫ですか 財布の話は嘘ですあそらそうだろうなあっタフネステックも入らないいっぱい持ってるねうーんタウリナ送っとくか桐生一馬様ですねそうだあんたがタミヤの使いのものかはいタミヤ先生の第三秘書をしております檜垣と申しますおやそちらの方は確か 京浜京,京浜でいいのかな新聞社のああ京浜新聞社社会部の伊達だこいつとは俺がこいつとは俺がデカの頃からの腐れ縁でな記者の方をお連れするわけにもおいおい現職の大臣が足を洗ったとはいえ登場会って大組織の四代目と密会なんだぜ俺をここに置いていくなら俺は想像だけでいろんな記事を書いちまうことになる連れてった方が何かと都合がいいぜ脅しじゃねえかよ軽く

人ってこんなんだっけなんかもっとなんかビルいっぱい立ってるイメージあるんだけど周り <laughs> でっかいハマキ吸ってる <laughs> 思っていたより若いなそっちは 京浜新聞社の伊達だ鈴木と東城会の癒着を追っていたふん、あの有名な元刑事の分野かお前らも一杯やるかいや 沖縄の例のリゾート予定地で養護施設をやってるんだってなああそれが原因で堂島大吾も土地買収の話を断ったそうじゃないか何が言いたいお前とこの民家竜蔵、互いに利害が一致してるってことだどういうことだ お前はあのリゾート開発が止まればいいと思っているああ、そうだ。俺もあのリゾート開発が止まればいいと思っている何だとあんた何を言ってるんだあのリゾートがなければ。あんたは基地拡大法案を通せないんじゃないのかそうだな。だがそれはもういいんだ。もういい なぜ簡単だあの法案俺は初めから通す気がなかったからだなんだと聞かせてくれ沖縄の基地拡大とリゾート開発その全てについてうん俺もお前たちに頼みたいことがある 何を聞きたいんだはい。いや、ちょっと待って、私、タミヤの声、今、ちらっと聞いて思った、大塚さんやん。うわー豪華ですね。いや、大塚さん大好きなんですよ。いい声だよね。はい、<laughs> えっと、えー、タミヤの真の目的について上から順番に聞いていこうか。フルボイスあんたの沖縄米軍基地拡大の<あ>本当の狙いってのは何なんだ うん、俺の本当の狙いそれは世界で暗躍する組織の正体を暴きその組織を潰すことだどういうことあ、ま、リ利権絡みのマフィアか,ないか,かあマフィアかそんな簡単なもんじゃない俺が追いかけているのは通称ブラック・マンデーと呼ばれている組織だ<う>ブラック・マンデーそれってあの伝説の武器密輸組織のことじゃないのか さすがは分野だよく知ってるな1987年あの世界大恐慌の引き金になったニューヨーク株式市場の株価大暴落を裏で操っていたとさえ言われる武器商人アンドレ・リチャードソンを中心とした武器密輸集団通称ブラック・マンデー俺はその正体を知るために あの沖縄米軍基地拡大を仕掛けたブラックマンデーの正体を知るためだとどういうことだ知っての通り基地拡大の最大の目的は日米で共同開発する BMD の配備だその開発の裏では超単位の金が動いている設計図だけでもとてつもない価値を秘めているんだとてつもない価値 日本の最先端の技術とアメリカの兵器開発のノウハウの結晶沖縄の基地拡大法案による新 BMD 配備は他のどの国が逆立ちしても売ることができない最強の防衛兵器の誕生を意味する実現すれば中東を含めたアジア一帯の国々は今後十数年日本に手出しすることはできないそんなものが沖縄に 日米共同開発の BMD は世界の防衛バランスを変えるほどの代物なんだと一応世界的にはそういうことになっている一応だとああそうだそういった風評があることが重要だったんだどういうことだ世界最新の兵器開発それを欲しがるやつらが動き出すってことだなるほどね まさかその欲しがってるやつってのがブラックマンでその通り兵器が武器か世界中に武器を売りつける武器密輸組織ってのは常に最先端の技術を欲しているもしその技術が日米以外の国に流れたら世界の防衛バランスを崩壊させるほどの技術やつらが指をくわえたまま見ているはずがない新 BMD は ブラックマンデーをおびき出すための餌ってことか沖縄の基地拡大法案はあくまでそのブラックマンデーってやつを誘い出すためのダミーだったと公にしすぎじゃないだ、ね、ダミーとはいえ俺は本気で法案を通す形が必要だった、はあ、そのために俺は鈴木にリゾートの話を提案しやつに利権を一手に渡すと持ちかけ基地拡大法案とセットの形で進めてきた つまり俺以外すべての国民を騙す必要があったんだ。なるほどね。そのくらいのことをしなければならなかったんだよ。リスキーすぎないそれ。だが、あんたはもう法案を通す気がないと言ったな。それはつまり。ああ。ようやくブラックマンデーの尻尾をつかむことができたというわけだ。<ー>はあ。じゃあ。 あんたの目的は花から鈴木との総裁選にはなかったってことかそんなものは小アッパの政治家気取りが欲しがるもんだこれには全く興味がない <laughs> すごいね、うん、だがアメリカも関わるほどの大掛かりな作戦あんた一人で実行できるもんじゃねえだろその通りだそれについても話しておかなければならんなうん 他に聞きたいことはああるかあれそれについて話してよえー、沖縄基地拡大法案はブラックマンデーという組織を潰すためにタミヤが仕掛けたダミーの法案だったのかアンドレ・リチャードソンという男を中心とした武器密輸組織確かにそういった組織にとって新 BMD システムは魅力的な代物に違いない タミヤは新 BMD システムを餌にしてブラックマンデーをおびき出しその尻尾を掴むことに成功したらしいどうやらタミヤには協力者がいるようだ米軍を動かすことができるほどの人物その人物が一連の事件の鍵を握っていそうだなえー、っと大悟を撃った犯人はあの風間のおやっさんの顔のイゴを撃った犯人を知らないか それは俺にも分からんいや、分からんやろうなそうかあの風間に似てるって男のことが素性も目的もさっぱりだからな、はあ待て風間だとそいつが堂島大吾を打ったのか何か知っているのかふん俺の知っている風間とお前らの知ってるその男が同一人物ならの話だが 教えてくれあんたの知っている風間ってのは一体誰なんだ風間ジョージジョージお前のいた登場会の元幹部風間組組長<ー>風間慎太郎の実の弟が,弟がいるんだ風間さん親さんに弟が知らなかったのか知らなかったああそうか やはり風間は肉親の話をしてなかったのかやはりああ両親を早くに失った風間にとって弟ジョージは血を分けたただ一人の兄弟何者にも代え難い存在だったからなん風間にとって弟ってのがそんなに大切なんだったら桐生には話していそうなもんだがな 仲がいいだの悪いだのは関係ないそういった普通の兄弟関係でいられるような間柄じゃなかったんだあの兄弟はどういうことだあの二人は決して交わることのない道に進んだからなええまさか風間の弟の職業って警察警察だなるほど元警察庁長官官房国際部国際課 今のの外事の刑事だったそれってエリート中のエリートじゃないか <laughs> エリートかまあ元警察官のお前からしちゃそうかもしれんなだが不思議なものだ同じ釜の飯を食い日本という国の未来を共に案じた人間がかたやこうして議事堂の真ん中で昼間から酒をかくらい や、アメリカのために必死に動いてるんだからな何言ってんだあんたもしかしてジョージと俺は警察庁の同期唯一無二の親友だなるほど何あんたと風間の弟は今回の沖縄に絡んだ一連の事件も全ては俺とジョージで仕組んだことだったんだ 仕組んだだと一体どういうことだ俺が計画の絵を描きジョージは組織を使ってそれを実行したじゃあおやっさんの弟が大悟を撃ったというのも計画のためだったというかあそういうことおそらくは風間の弟の組織ってのは何なんだ今も警察の下で動いてるのか違う あいつはもう日本の警察の人間じゃないじゃあ今は何をだって何か英語しゃべってたよねあいつはアメリカの CIA アメリカ中央情報局の極東担当の諜報員だすんごいとこ行ったね他に聞きたいことはあるか あだから日本語と英語を織り交ぜて喋ってたんだなんて言ってたっけなこの前なんか英語喋ったんだよえっとね何て言ってたかな兄弟から前に聞いた通りの綺麗な目だって言ってたんだかそう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 その兄弟っていうのはやっぱ風間さんだったんだねあの風間のおやすさんだったんだねえー、タミヤはブラックマンデーという武器密輸組織を潰そうとしている そして CIA の諜報員であるおやすさんの弟,も弟とも協力関係にあるというだがそれならばどうして大吾がおやすさんの弟に撃たれることになったんだ CIA の目的について聞く必要がありそうだな確かにえー、っと、まあ、CIA へ聞こう風間のおやすさんの実の弟その男が CIA の諜報員として 日本で活動していると例の武器密輸組織 CIA はあれを追いかけている俺はジョージと協力してブラックマンデーの尻尾を掴んで潰そうとしているんだじゃあ風間の弟は日本の警察を辞め CIA に入り今はアメリカのために活動しているとああだがそんな奴がどうして次々と謎の発砲を繰り返すようなことしたんだ やはり大御や中原といった人間を撃ったのはおやっさんの弟なのかわからんだがその可能性が高い今本当に顔に出るぞより二つだよ今回の一件 CIA の諜報員への命令は1沖縄をめぐる基地拡大法案に絡んだブラックマンデーの動向を探ること、うん、2, 2 そのために障害となる対象はそのことごとくを排除すること排除だその任務のために土地買収を断った人間を撃ったとあ,<ー>ああだが CIA の諜報員はジョージだけじゃないすでにお前も何度か命を狙われているはずだあああの黒い服のサングラスの人たち のの CIA の人たちだったんだそうお前を襲った外国人は皆 CIA が手を回した諜報員だお前は沖縄のリゾート開発を中止させようと動いていたからなだって朝顔あるしそれじゃもしかして柏木を撃ったのも CIA だええー、死んだんですけどおやつさんの弟はどうして どうして日本人なのにそこまでしてジョージにとって CIA は己の生きてきた人生の全てだすべてお前らに話しても分かるまいが今から30年前日本という保守的な国家で警察官の肉親に極道関係者がいるとなればそれだけで迫害を受ける時代だった ジョージは実の兄が極道しかも登場会という大組織の顔役であることが原因で自分の正義を貫くことすらできず警察を去ったそんなジョージに手を差し伸べたのがアメリカという国だった能力があれば国籍や人種を問わない自由の国でジョージは新たな人生を手に入れたんだだから CIA のためならばどんなことでもやると他に聞きたいことはあるかうん CIA はブラックマンデーを誘い出すため基地拡大法案を何としてでも通そうとしていたおやすさんの弟は CIA からの命令に従いリゾート候補地である朝顔の土地買収を断った大悟を打った 日本を追われたおやすさんの弟にとって CIA は親同然だからアメリカのために動いているのかじゃあブラックマンデーをここで尻尾掴んでこうとっちめたらもう CIA は狙わないってことだよねうんええじゃあそれで柏木さん死んだんだけど <laughs> 報われないなちょっとそれはそれはちょっと報われないなだって大悟もねえあの あのー、おじさんも死んでないのに<笑><笑>ねあんたの頼みっつうのはあんたの頼みたいことってのは何なんだ二人の男を救ってやってほしい誰なんだそいつらは一人は俺の秘書だった男おおトーマどうした秘書だったってど,どうなったのなんで過去現なんだトーマは二週間前 勝手に俺の秘書をやめたよ。えどうしてだトーマは俺の基地拡大法案の裏にある本当の狙いを知ってしまった。だからリゾート開発計画を動かせる男にするよった。向こう行っちゃったんだ、鈴木んとこに。それは誰だ極道だよ。鈴木でもないの東場会直系、白宝会会長、峰井隆だ。 ミネが、おいそれはどういうことみね大悟と違うことしてるじゃん大丈夫。トマからみねに秘密が漏れる危険が高い。やばいやんけ。その前にあいつはトマの口を封じようと動くはずだ。あいつえ、弟でしょうそれがあんたの言う、もう一人の男か。うそうだ。そうならないよ、う、あんたに止めてほしいんだ。その男とは 風間ジョージだああ弟やんけもう他に聞きたいことはあるかええー。そんなんできるトーマはタミヤの本当の狙いを知り峰の元に走ったそのためトーマの口を塞ごう封じようと動く男がいるその男とは風間ジョージ民也はその男がトーマの命を奪うようなことにならないよう俺に止めてほしいらしい あえミ峰ってさダイゴさんダイゴさんって言ってたのにダイゴがしないことをやろうとしてんのうんそれもちょっとあれだなだからどうしてトーマはみんなのところに行ったのかミネと沖縄の一件にどんな関係があるのか確かにじゃミネについて聞くわーマが基地拡大法案を通過させるために。 リゾート開発の土地買収を頼んだ先があの峰だというのかそうだその話はおかしいな死んだ柏木の話によればリゾート開発の土地買収を進めていたのは鈴木と風間それに風間とつながってる東場会の組織ってことになるはずだうんだが事実はそうではない そもそも2年前の玉城組の土地買収騒動以来リゾート開発の土地買収は行われていなかったなんだとじゃあなんで風間は中原を撃ってまで土地の権利証を奪ったんだ基地拡大法案を進めるためだリゾート予定地の買収が進まなければ同時に基地拡大法案も止まってしまうそうなればブラックマンデーの尻尾がつかめない だから強引な手段で土地の権利書を中原という男から奪い土地の買収を推し進めようとしたんだ東上会を使ってかああ CIA は堂島大吾を動かすためネックとなっていた朝顔がある土地の権利書を奪い土地買収の協力を持ちかけた、うん、だが大吾は土地の買収を断った。 だかからたたれたのかそういうことだ。そしてトーマはミネにリゾートの土地買収の話を持ちかけた。トーマはリゾートの利権そのすべてをミネに渡すという条件で協力するよう求めたんだろう。利権のすべてを渡すだと確かに。そんなことしてトーマに何のメリットがあるんだトーマという名前から。 やつが沖縄の人間だとということは知ってるなあ確かになんか難しい名前だしねああ年前直接本人から聞いた言うん、うん、言ってた言っててたた今から3年前トーマは沖縄の発展を夢見て政治の世界へと足を踏み入れたそこでトーマは沖縄の米軍基地拡大とリゾート計画のことを知り沖縄のためになるならと喜んで働いた あいつは沖縄を豊かにしたいと話していた。うん、言ってたね。東間の目的は最初から沖縄の発展しかない。いやーあいつは1年前にリゾートの土地買収とヤクザがつながってることが発覚しそうになった時にも、基地拡大まで共倒れにならないよう、俺を東場界の道島に引き合わせ、丸くを収めさせた。だが。 あいつは初めから基地拡大のことはどうでもよくて、まあ、リゾー,トの方がゾート開発計画のことしか頭になかったんだじゃあトーマは堂島大吾とあんたを引き合わせた時に登場会の連中峰も知り合ったというのが。だがやつは1年経って法案がフェイクであることを知ってしまっただから強行に土地買収を進められる力を求めて白崩壊にするよって言った トーマとミネは互いの利害が一致して手を組んだんだなるほどなだがあれだけ六代目に忠実だったミネが登場界を裏切ろうとしていたとはな、うん、ミネという男はよくわからん今回の一連の騒動で登場界の事実上のトップはあの男のはずだ黙っていればより上のポストが約束されているのに 何を考えているのかブラックマンデーを潰すために基地拡大法案を進めようとしていた CIA とおやすさんの弟そしてリゾート開発を進めようとしているトーマとミネようやく事件の全貌が見えてきたようだな沖縄のリゾート計画を続行するトーマとミネ それに CIA とあんたの目的ようやく絵を描いたやつが見えてきたなジョージを止めてくれ止める CIA の任務を止めろというのかそうだトーマを守ってやってほしい どうして CIA はトーマを殺す必要があるんだやつは知りすぎたんだ。この法案の裏に CIA が関与していることも、そして法案がフェイクだということもな。じゃあ CIA はそのことを封印するためにああ。俺はトーマを殺したくはない。 まあ元秘書だしなできればあの二人を助けてやりたいんだ友達だしな<も>弟はトーマはあんたの計画を邪魔した男だろうまあどうして今になってかばうようなこと強い信念を持った人間はいずれ大きな志を抱くそしてそれを実現する俺の恩師が教えてくれたことだトーマは純粋でまっすぐだ あれれはいずれ良いず良政治家になるでもそれだけでそれだけじゃねえんだよ伊達さんんこのおっさん食えないやつだが自分の部下を見殺しにできない古いタイプの人間のようだ <laughs> そうなんだろう。<laughs> 分かった 今トーマを止めれば土地買収も終わるうんおやすさんの弟には返さなきゃならない借りもあるからなそう助けてくれたからねやってくれるか<っ>あんたのためじゃない俺はただ朝顔を失いたくないだけだいいだろうじゃあお前がトーマをジョージから守ってくれたら 沖縄のリゾート開発は俺の手で完全に止めるありがとう。約束しよう。トーマは今どこに沖縄だ。えー、地元ののの県議会の議会会員との会合に向かってるはずだ。沖縄行っちゃってるんか帰らなきゃねえじゃん。<laughs> 日本の極道にもまだこんな男がいたとはな。元極道ですからね。 だだが問題はここからだん何かあったのか何か来たんじゃないの鈴木の SP だな<ら><何>に何すでにトーマーを回していたようだ<ー>どうするキリュウ突破するしかない。行くしかないんだろうなそうなんだろうああそうだ行くしかないあの SP とやら どこまでやっていいんだあの SP はあくまで鈴木の紙幣好きに暴れて構わん。<laughs> なるほど、めっちゃ見えるよ、そこは。いや、いい人やね。一つ聞きたいんだが。なんだあんた、興味ないって言っていたが。政治家ってのはみんな、総理大臣になりたいもんなんじゃ。ないか <laughs> じゃあ、逆に聞くが、はい、組長。 ってのはなりたいと言ってなるものなのかああ、いや違うね。とは、何かをなし、それを積み重ねてきた人間がいつの間にか勝手になってるものだろう。違うか。<laughs> いい人やなぁ。わ、ね、ちょっと。<し>いや、行くか悪いやつじゃなかった。い<あ>こう。 これすげえ数だぜだってさここは俺が何とかするあんたは裏口から出て行ってくれ何だとあんたは記者だ名刺を見せれば裏から出られるはずだ本当だ,だがそれじゃもし俺が捕まったら真島の兄さんにあんたから今聞いたことを伝えてくれキリウ頼んだぞ セキュリティポリス SP ですねなんか持ってるねはいちょっとお待ちくださいえっ、ー、と本日はこちらで終わりにしたいと思いますいろいろ、えー、聞けたと思うんですけどねはいということで、えー、ご視聴ありがとうございましたチーさんでした次回もお楽しみに